皆さんこんにちは。今回の動画はダイハツアトレエのドレスアップ動画です。アトレエのナンバー灯を LED 級に取り替えます。ソラくん、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは分解していきます。この部分の爪を矢印の方向に押しながら引き抜きます。最初のこの作業が一番の難関ですごく硬くなかなか外れません。実際に外すときには指の爪が剥がれるほど硬いので怪我に注意してください。本当に外れないですね。もう一度チャレンジしてみます。やっと外れました。外した時にレンズカバーの方向を確認しておいてください。山形の反射板がある方がナンバープレート側です。次はコネクターを外します。この部分を押さえて引き抜きます。それでは取り替え作業をしていきます。今回取り替える LED 球はタントカスタムのルーム球と同じタイプのもので口金は T10 タイプです。双白光の 6600K で明るさは100ルーメンです。レンズカバーを外します。他の動画でレンズカバーを外すときに、レンズカバーと黒いホルダーの隙間を無理やり広げて外す動画を見ましたが、これは間違いです。この部分に爪をかけると簡単に外れます。意外と硬いかな。外れましたね。電球を外します。電球は意外と簡単に外れます。それではピアノ LED 球を取り付けます。ピアノ LED 球は発光部が先端に1つと外形部に4つついています。そして接続部には赤い点があります。これは極性のある LED 球で取り付けて光らないときは反対に差し替えれば点灯するはずです。それでは組み立てていきます。今の状態では赤色の極性は多分プラスだと思います。どちら向きに組み立てれば点灯するのでしょうかね。そこで、多分ですがプラスが上と思うので赤い点を上にすることにしました。しっかりと奥まで差し込みます。カバーも方向を間違えないように組み立てて完了です。コネクターを接続して車体に取り付けます。
完成比較です。ナンバードを LED に交換してすごく明るくなりました。実際に取り替えると3分程度で簡単に取り替えることができます。3分程度の短時間でドレスアップができれば最高ですね。本当に簡単にできるので LED 化を考えている方は一度チャレンジしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。そらくん、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。